違う。そうだ、思い出した。松井正人選手がピンチヒッターで起用された時です。皆さんご存知の通り、ドラゴンズは松井正人選手、そしてユースケ選手ね、松井選手2人います。はいはい、うん、まだ荒々しく上がってる。ブル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 。はい、入って飛ぶじゃん。はい、バッター、代打、松井、なんだっけ。言うじゃない方、いやいやいや。ない方っていうの、ジャニーさんじゃねえみたいなさ、言うじゃない。言うじゃない。で、まあ、こっちから直接言えないんですよ。上から見てて明らかに松井正人選手が振ってても僕らから誰々ですねって言っちゃうのはダメなんですよ。あ、そうなんですね。だって僕らが采配してるわけでもちろん代打ね。で、そこから代打の代打だったり、こうやって振ってる人がフェイクだったりする可能性もあるでしょ。だから笑えないんだよね。ですね。松井正人選手ですかね。ああ、そうそうそう。ガチャンと切るから。まあでも審判の方もね、真剣でね、そう言ってらっしゃるんですよね。そうなんですかね。ではね、小話をさせていただきました。